広島県知事の湯崎です感染者が急激に増え始め県独自の警戒基準値を超えている項目もあることから感染状況をステージ1から2へ引き上げました感染状況はこれまでの大きな山の直前に似ており予断を許さない状況ですこれ以上の感染拡大を防ぐために 皆様にご協力をお願いしたい四つのメッセージをお伝えします。一つ目、他の地域への往来に注意。二つ目、親しき中にもマスクあり。三つ目、休む勇気、休ませる配慮。四つ目、あなたの早期受診がみんなを守るです。一つ目の他の地域への移動についてです。 移動先の感染状況や都道府県が出す情報などを確認してリスクが高いい地域へのの移動や施設の利用は控えてください中でも不要不急の外出自粛の要請が出ている地域と直近7日間の新規陽性者数が10万人当たり15人以上出ている地域への移動は改めて必要性を十分に検討し 慎重に判断してください具体的には時期の変更やオンラインへの切り替えなどのご検討をお願いしますなお対象地域については県のホームページなどでも公開しています二つ目親しき中にもマスクありですこれまで食事中や車の中など マスクを外すシーンでの感染事例が多く見られています食事の際はどうしてもマスクを外すと思いますが飛沫が飛ばないよう距離を空けていただきお店はアクリル板などの飛沫防止を行っているところを選んでいただくようお願いします三つ目は休む勇気・休ませる配慮クラスターを発生させないために 体調に異変を感じたら、仕事を休み、医療機関に相談することが非常に大切です。職場でも従業員の方が休むことへの配慮を十分に行ってください。特に医療機関や高齢者施設の方は、重症者リスクの高い方々を守るためにも積極的にご協力ください。 県も医療機関と高齢者施設などでの PCR 検査を徹底します4つ目あなたの早期受診がみんなを守る早く検査を受けることはご自分のためだけではありません風邪症状など体調が悪いときは出勤や外出は控えまずはかかりつけ医か積極ガードダイヤルにお電話ください 検査が可能な医療機関は今は1,000施設を超え身近な場所で検査ができるようになっていますのですぐにご相談ください今後県としては状況を注視しながら極力行動制限を行うことなく皆様が日常生活を続けられるよう検査受診相談体制の強化聞き取り調査を徹底して積極的に 感染の抑え込みに取り組んでまいります感染の広がり防止には皆様お一人お一人のご協力が欠かせません広島県で一丸となって積極的にガードしていきましょう